シーズン開幕から期待されていた通りのパフォーマンスを披露し、ナ・リーグ西地区の首位に立っているドジャース。ベッツから始まる上位打線、大谷、フリーマン、さらに捕手のウィル・スミスは現在、いずれも打率3割を大きく上回り、他球団の脅威となり続けている。ロバーツ監督は選手らの活躍について、この状態が何ヶ月も続くだろう、と笑顔を浮かべている。今までは大谷だけ見ていたけど、ドジャースに加入してからは前を打つベッツ、後ろのフリーマンの打席も見るようになった。夏場にかけて打線自体がさらに活性化するとすれば、チームとしてもシーズン通してとんでもない成績を残すかもね。開幕からベッツが引っ張り、フリーマンが続き、大谷はようやくここ5試合ほどで本領を発揮しだしたという感じだね。ベッツからスミスまで、投手からしたら悪夢だわ。全員が打率3割超えな上に、全員強打が打てる。単に打率3割のタンダマンとは脅威度が桁違い。ダメだこんなチーム反則。ドジャース戦に登板する投手は大変だ。普通にオールスターゲームの打線と言っても信じるからな。ベッツのロケットスタートに続いて、大谷の2段ロケットが早くも点火、フリーマンはより高く安定して飛ぶための高品質の推進剤といったところだろうか。開幕からこの3人が連続してアウトになってるシーンは数えるほどしかない。初回はかなりの確率で点を取るか得点圏に進んでる。相手先発が気力をすり減らしたところに、絶好調のウィル・スミスが畳みかけてるよな。スミスがやべえと思うんだよな。守備力あるキャッチャーがあれだけ打てるとなるとチートでしょ。とにかくドジャースの野球を見るのは楽しい。8番くらいまでは、25本以上打てる強打者ばかり。1から4番も強烈だけど、ドジャースのチームとしての強さを感じるシーンが本当に多い。相手投手は立ち上がりから全く気が抜けない3人。大谷はこれから得点圏打率が上がってくれば言うことなし。まさに脅威の上位打線。かなりの勝ち数を上げそうだな。これで大谷が量産体制となったら、MVP トリオが活躍した後に4番打者が活躍したら、チームは強いよ。それにしてもドジャースは強すぎるからね。全員調子いいと、これほど怖いチームはない。